セキュリティポリス、セキュリティポリス、セキュリティポリス、SP とは、日本の警視庁警備部警護課で、要人警護任務に専従する、警察官を指す故障である。1975年、昭和50年、佐藤栄作元首相国民総会場において、三木武雄内閣総理大臣が大日本愛国党の、党員に殴られ負傷した、事件、三木首相大田事件が、 きっかけで創設された。それまでの警護はできるだけ目立たないように用心に寄り添う形であったが、SP はその存在を明らかにして襲撃の抑止を図るものとなった。前年の1974年、昭和49年、アメリカ合衆国大統領ジェラルド・アール・フォードが来日した際、シークレットサービスの警護方式が警視庁。 警備部幹部に強い印象を残していた。シークレットサービスは大統領を取り囲むように固め、素早く拳銃を抜ける要背広のボタンを外すなど合理的で目立つ警護を実施していた。セキュリティポリスはシークレットサービスを参考に訓練された。略称 SP はシークレットサービスの略称 SS に習った。本来英語でセキュリティポリスは 公安警察を意味する。国会に議席を有する日本共産党以外の各政党の代表者や各国から来日する要人党、法律によって規定された警護対象者が自宅を出てから帰宅するまでの身辺警護が専門職務であり、犯罪捜査、地域警戒、交通取締りなどはその職務外である。なお、警視庁以外の警察本部にも警護担当部署は、 存在しており、例えば、大阪府警と京都府警では経営警護課が、神奈川県警などでは、公安2課が警護担当部署である。その他の小規模警察本部になると、警備部警備課経営警護係として、少人数の専従が編成されている。例えば、総理大臣が東京から地方へ視察等に行く、場合、近接警護を、警視庁の警護課が行い、 車列警護と近接警護以外の広報支援を地元県警の警護担当部署が行うとった感じである。それでも人手が足りない場合は、機動隊や他部署からの応援をもらうようであるが、そういった応援部隊は広報支援に回る。天皇皇族の身辺警護、護衛に関しては、警察庁の付属機関である皇宮警察本部所属の皇宮護衛官のうち、 護衛専中の自衛官が専属で行う、警視庁警備部にも、警衛課は存在するが、周辺警備のみで、身辺警護は行わない。警視庁警備部警衛課及び、各警察本部の警察官は、地方公務などの際に、航空護衛官の広報支援を行う。強行刑や、おなりの場合は、警視総監、道府県警察本部長は制服に拳銃を帯びて、 追従するのが慣例となっている。なお、現行犯であっても襲撃者に対する捜査には関わらない。これは背景が思想的であれば公安部の単なる暴力なら刑事部捜査第一課の担当になる。身長173センチメートル以上、柔道または剣道、合気度3段以上、拳銃射撃上級、英会話ができることなど、一定の条件を満たした。 警察官であることが必須条件とされる。SP としての適正を認められた警察官の中で部署の上司などから推薦を受けた者は候補者として警察学校等の警察施設で3ヶ月間の特殊な訓練を受ける。これらの厳しい競争を勝ち抜いた優秀な候補者の中からさらに選ばれた者だけが SP に任命される。総理大臣官邸には 警備を専門に行う警察官、総理大臣官邸警備隊が配置されるが、あくまでも、総理大臣官邸という施設の警備を行うのみで、SP の行う、新編警護とは全く異なる。なお、SP の内閣総理大臣担当の部署である警護、第一係と総理大臣官邸警備隊は、同じ警視警備部警護課に属しており、両者は人事交流を行っていて、 総理大臣官邸警備隊から SP が選抜されるケースもある。逮捕術、格闘術、射撃技能、25メートル先の直径10センチの的に、拳銃で10秒以内に5発以上。一般に、日本の警察なら銃は、合計9ミリ6発なので、前段を制限時間内に命中させられること、不審者を相手より先に発見するための目配りを怠らない。 強靭な体力、精神力が求められる。また、パトカーの運転テクニック、同僚との協調性、自精神、自己管理能力、法令遵守の精神、VIP を接遇する、礼儀作法、そして、極限状態に陥ったならば犯人が振りかざす、狂気や銃口の動線を目標に、体当たりの突撃を観光して、文字通り人間の盾となり、 受賞、最悪の場合は殉職する、自己犠牲の精神、すなわち人間性が問われる職種である。そのため、警察官の中でも、とりわけ、それらの条件に該当した者ののみが任命される。銃器、射撃に関しての技術は、一般の警察官に比べ優秀である。SP は、一般の警察官の射撃レベルをはるかに超えるとされている。ドラマや小説の影響で、 私服警察官、いわゆる刑事も射撃に長けていると思われがちだが、実際にはその技量で SP に並ぶものは多くなく、刑事部の機動操作隊、シットなどを除き、制服警察官との間に大差はない。しかし、射撃訓練に、スワットやシークレットサービスが行うようなプログラムが導入されているかは定かではなく、一部の報道機関のニュース映像によれば、 一般の警察官と同じく、自らは移動せず、射撃の素早さと精密さを鍛える訓練が主とのことである。一方で、同じ警備部に属する特殊部隊、SAT は、射撃訓練において、実際の銃撃戦を想定したプログラム等を訓練に取り入れている。一般的に、SP は男性ばかりだと思われがちだが、女性の対象者を警護する必要もあることから、 全体の2%程度は女性で構成される。ただし、母数自体が小さいため、その数は非常に少なく、対象者が女性である場合も敬語に当たる SP の大多数は男性で、女性 SP は対象者に最も近い場所に付き添う1から2名程度である。女性警察官の全体に対する割合は3割を超えているが、 女性 SP の全体に対する割合が小さいのは SP 選抜過程における男女の体力、体格差が影響していると思われる。SP の文字をデザイン化した銀色と原色のツートームのバッジ、警視庁警護員気象と呼ばれ、裏に個人番号が国員1号は警視庁警備部長が保持。気象の色は偽造防止のため不定期に変更される。通称 SP バッジを 上着の襟につけ、体験に文字が白く染め抜かれた赤いネクタイを締めた地味な色の背広姿が有名だが、実際の活動では周囲に溶け込めるよう、当日の関係者にしかわからない、マーク、カラークリップなどを使っていることも多いという。他には、赤い太陽と三日月の中に、白抜きの桜、昼夜を問わず、警護対象者を守るという誓いのシンボルの警護員記章もあり、 こちらは指定警護員機詳と呼ばれ、警視庁警備部警護課以外の道府県警察所属の警護員が任務中に着用する。SP は男性の身なりが求められ、髪型も例外ではない。以前、男性 SP には73、わけが多かったが、規定があるわけではない。それにもかかわらず、上着の前を開けたままなのは、いざという時に裾を払って腰や脇に傾向している。 装備品を素早く取り出すためである。また、メガネの着用はしない。欧米では、警戒中に、異物から目を保護するとともに、報道陣等のフラッシュから視線を遮られないよう、サングラスの着用が励行されているが、それに対して、日本の SP がサングラスを着用することは、まずない。さらに、警護中はトイレに行くことが制限されるため、水分摂取には特に気を配っている。 夏場の任務に就く際には、熱中症予防のため保冷剤を上着の内側やポケットに入れたり、胸や背中に保冷剤を装着した下着を身につけることが認められている。大規模災害等が発生し、首相や閣僚や各党の党首が防災服着用で現場の指揮を取りまた被害視察に入る際は、SP もスーツを着用せず、 出動服の襟に SP バッジを装着し、装備品を収めたウエストポーチを携行する。他方、道府県警察の警護員は、私服、または出動服を着用して、災害現場に赴く。昭和時代は、要人の方を注視し、要人に近づく不審者に対応する方法が取られて、いたが、1992年の金丸新自民党、 複総裁狙撃事件を受けて、群衆側に向き合って不審な動きを事前に把握するに、転換する、要警察庁が指示を行った。SP の武器は拳銃である。拳銃に関しては、多種多様なものが用意されており、各会員が自らに合う銃を選んで使用していると思われる。大半の SP は、シグサウアー P230JP などの自動拳銃、もしくは、 一般的な自動拳銃よりも堅牢で扱いやすい、信頼性が認められる S&WM37 などの回転式拳銃を選んで使用している。一部には数ある自動拳銃の中でも強力な火力、相談数が多いを有するとされるグロック射精拳銃、および H&K 射精の H&KP2000 を装備している SP もいることが報道されている。 拳銃以外の武器として、特殊警棒を腰回りに携行し、その他の装備品としては、防塵に携帯用無線機、マグライトを常に装備している。また、警護対象者の資金に配置される SP が携行する、ブリーフケース、ガーメントバッグ、薄い手下げカバンの中には、防具として折りたたみ式の防弾立てが仕込まれており、奇襲撃時には、警護対象者の周りで盾を広げ、 銃弾から守るとされている。さらには、これらの防具を至近距離から犯人の手足や首に叩きつけて瞬時に制圧する格闘術も訓練されている。日本では警察官による警護対象者は警察法施行令第13条に基づく警護要則で明確に規定されており、要人と呼ばれる人間すべてを警護するわけではない。法律上規定がある。 警護対象者は下記、一般に国会議員、主要政党の代表者や閣僚ではない者にも SP がついていると思われがちだが、原則的に SP が国会議員の警護に当たることはなく、前述の例外を除く、それぞれの国会議員は警備会社のボディーガードを個別に依頼している。ただし、その発言や政策などで暴力団や右翼団体、 過激派などから命を狙われる危険のある国会議員には当該議員側もしくは警察当局からの要請で SP による警護が行われる場合がある要請出動。このように SP が身辺警護を行う対象人物はあくまでも法律に基づいた非常に限られた範囲であるためたとえ大物政治家や高級官僚といった要人であっても生命を狙われる 危険性が明白でない限りは SP が警護することはない。彼らの身辺警護は指示者有志や警備会社のボディーガードにより行われる。また国会議事堂内では A 氏が身辺警護を務めている。立法府が行政府の警察に警備を委ねるのは好ましくないという理念から議員警察権を行使し議員気象のない警察官は 国会議事堂内に立ち入ることはできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。